はい、こんにちは、ライムです。ということで今回は今やるべきこと正月編解説。はい、正月イベントを遊び尽くせということで、とりあえずね、今回1月1日になってから様々なね、キャンペーン、イベントだったりとか、そういったものを発表されましたので、こちらね、優先度を決めてやっていかないと、えらいことになるぞということで、まあ、簡易的にまとめましたので、まあ、こちらまず見ていただいて、その後一つずつちょっとね、まあ、やるべきことはこんな感じだよというお話をしていこうかなと思ってます。はい。ということで、まず、ざっとね、まあ、一覧で出すと、基本的にやるべきことっていうのはこんな感じになってくると思います。まず一つ目。1月1日から25日まで毎日無料ガチャ10連があります。これまだ僕もね、引いてないんですけど、これだね、ニューイヤー記念ガチャ。これあるんで、ちょっとせっかく動画でやってるんで、これも引きましょう。これがね、毎日1回25日間ずっと出てるんで、これ忘れずに引こうね。僕前回のさ、無料ガチャあったでしょ、年末にやってたやつ。あれね、多分何回か忘れてんね。引き忘れてるから。これマジで習慣づけないとダメだね。とりあえずエバクラ開いたら無料ガチャ引く。250連って相当でかいからね。うわ、受け止めうど。ダメうど。これなんか前動画でさ、この無料ガチャやった時も、こんな感じだった気がする。ゴミだった気がするんだけど、まあまあまあ無料ガチャだから文句は言えないけどね、文句は言えませんが、はい、ゴミうどライスからやり直せ。はい、ということで毎日無料ガチャあります。で、あと一応こっちにもですね、ニューイヤー記念1回限定の星5確定ガチャっていうのが3回引けます。こちらもね、忘れずに引きましょう。これも無課金税とか課金とかね、関係なく全員引けますので、これも引きよう。で、これが毎日追加されるっぽいので、その、今日はボリューム1、明日はボリューム2、明後日がボリューム3みたいな、形になるらしいから。これ別にもう、あれか、確定演出だからここ飛ばしてもいいな。はい、2つ出た。エアリスとザックスはね、これは、はい、エアリスのワイザーロッド、あ、これいいね。 HP アップと種族勢力アップ、こいつはでかい。ルティアのサブ武器に、はい、あとこれ99式ロングソードだね。うわ、いらねえけど、まあいいや。これも無料でもらえるので、まあ悪くないでしょうということ。はい、それから2つ目が1月1日から8日まで全ブーストキャンペーンというものがあります。これも後でこの後お話ししていきます。あと3つ目が1月1日から1月12日までレア的遭遇キャンペーンも開催。そして1月の3日からダンジョンランキングがありまして、で、今新しく始まったシーズナルイベントとして激鱗を狙うハンターユフィが出てくるやつが始まります。1月中旬、まあこれおそらく15日かなと思うんですが、ユフィの待望の実装、そしておそらく同日に新ガチャがあるのではないかという推測ですけどね、そんな感じかなと思います。はい、ということで、まあ、ざっと見るとこんな感じなんで、一つずつちょっと詳細見ていこうかなと思います。まず一つ目、ニューイヤー記念ブーストキャンペーンということで、こちら期間中すべてのブーストキャンペーンが同時開催されるということで、まあこれとてつもないキャンペーンですね。今まではだいたい一つずつとか、まああっても二つ重なったりとかってことはあったんですけど、これが1月1日から8日まで、まあ、約、1週間ぐらい、来週の月曜まであるということになっております。で、このすべてのブーストって何なのっていうと、例えばマテリア強化、大成功率が 20% 増加、報酬獲得量が 20% 増加、それから武器ブーストね、大成功と報酬獲得量が増加、さらにキャラクター育成ブースト、こちらも報酬獲得量、それから経験値獲得量が 20% 増加。これ注意してほしいのが、どのクエストでも経験値アップするわけじゃないので、あくまでキャラの成長クエストでの経験値アップなんで、この辺は注意が必要です。だから年末にやってたような全てのキャラ対象とか、どのクエでもね、経験値上がるようなものではありません。あと、高位クエストドロップキャンペーン。はい、こちらも報酬獲得量が 1.3 倍と。で、なおかつチョコボの遠征ブーストキャンペーンということで、はい、
こちらも、キャラ経験値増えますし、チョコボ遠征した際のレアドロップ率も 20% 増加ということになっております。はい、あれ待って、これさ、チョコボ遠征ブーストキャンペーンって書いてあるけど、これ関係ないの、なんでここに書いてあるんだろう。武器強化および成長クエストでプレイヤー獲得経験値量 20% 増加になってる。あ、だからあれだ、一応これ関係ないんだね。キャラの育成強化キャンペーンとは関係なく、これ一応全クエストで、強化クエストでは経験値 20% アップになるみたいです。ごめんなさい、さっき言ったのを忘れて、 20% になるっぽい。なんでこっちに書いてあるのか謎ですけど、はい、ちょっと獲得間違えてるよな絶対。はい、ということでこの期間中に関しては、各種ねクエスト周回して素材を集めておくことがおすすめで、なおかつ今回同時開催されているもので、このゴールドサボテンダー出現というイベントあります。こちらがですね、今出てるサボテンダーは全てゴールドサボテンダーに置き換わるということで、はい、サボテンダーと同じですね、報酬獲得量は変わらず、さらに大量のギルとキャラ経験値を獲得できるということで、メタルサボテンダーの上位互換だね。要するに年末まではメタルサボテンダーがいっぱい出ましたけど、まだいっぱい出るって言ってももちろん確率が変わってるわけじゃないからね。サボテンダーが出るところが、本来サボテンダーのところがメタルサボテンダー、今回のイベントに関しては本来サボテンダーが出るところがゴールドサボテンダーになるっていうイベントになってるんで、この機会にですね、こっちはちょっと期間長めですが、キャラ素材報酬特クエストのブーストキャンペーンが乗っかってる今のうちにですね、1月8日までに、まあ、ある程度目処をつけて周回するっていうことが重要かなと思いますので、まあ、かなりチャンスだね。ギルも稼げる、経験値も稼げる、でなおかつ、クエストの報酬とかも上がっているんで素材も集めやすい、スーパーチャンスで、一応じゃあ何を集めたらいいかっていうと、1月のイベントを考えると炎弱点になってくると思うんで、今回のイベントもそうだし、あと2月の頭にですね、また新しいダンジョンランキングもあると思うんだけども、炎属性弱点が確定してるんで、1月が炎弱点の武器だから、まあ、ユヒももしかしたら炎武器になるか、まあ、あるいは全く別のね属性の武器になるかもしれないんですが、ユヒはちょっと予想できないんで何とも言えないんですけど、今の段階でもう分かってるのは炎属性弱点、1月についてはなので、炎系のマテリアの素材を集めるようにした方がいい。多めにね、なるべく多めに集めておいて、この1月を乗り切れるぐらい、それが一番おすすめかな。でまだキャラの育成終わってない方は、キャラ経験値クエストとか、そういったことをやるのもおすすめかなと思います。そして2つ目、ダンジョンランキングは1月の3日から開催予定ということですね。こちら水曜日からですが、はい、で期間は1月3日からの10日までとなっております。1週間だね、いつも通り。こちらも、僕も攻略動画もちろんアップする予定でおりますので、まあ、何らかの参考にしてみてほしいなと思います。で今回の弱点については、まあこれも分かりきっていたことで、僕も結構ね、各種動画で次のダンジョンランキングは霊属性と土属性弱点になるよってことを言ってきましたが、まあ、やはり、まあ、安定の合ってたね、正解でした。なので、まあ、僕の動画しっかり見ていた方はおそらくこの霊属性と土属性のね、まあ武器を育てていたりとか、あとマテリアとかも、ね、強化してきたかなと思うんですが、まだ遅くないのでね、とまだ期間がまだ始まってもないし、1週間以上あるんで、1週間今日あるんでね、まだ間に合います。今のうちに霊属性のマテリアと土属性のね、マテリアを鍛えておくとダンジョンランキングが、攻略がスムーズにいくかなと思います。で今回ももちろん僕はトップ100狙っていこうかなと思っているので、前回何位だったかな、27位とかそれぐらいだったかなと思うんですが、まあ、おそらく多分今回も、まあ、そのぐらいの順位を狙っていこうかなと思ってます。でまた、いつものようにですね、まあ、何種類か何パターンか、攻略動画アップしたいと思っておりますので、よろしくお願いします。なので今この期間中についてはとにかくこの霊属性と土属性の星5マテリアをひたすら厳選していこうということだね。はい、それがいいと思います。そして3つ目、1月1日からまた新しいシーズナルイベントが始まりました。こちら金河思念激鱗を狙うハンターということで、まあいつもとイベントの基本的な流れは変わりませんね。今出てるものでいうとステージ8
ユフィ7をひたすら周回して、まあ、アイテムを稼いで交換所で交換していくというようなシステムになっております。ただ先ほども言った通りですね、今やるべきことは素材クエの周回で集めること、素材とかあと経験値とか集めるっていうことになるから、こっちはまだ期間長いからね、1月の15日まであるんで、あごめん1月12日までか1月12日まであるんで、まだ焦る必要は全然ないです。素材を、まあ、集める目処が立ってからこっちやっても全然遅くないのでね、まあ、そんなつもりでやりましょう。ただ注意してほしいのはこのミッションはね必ず、まあ、達成するようにしてね。これミッション達成するだけでもそれなりにこのアイテム交換アイテムもら金の鱗がもらえたりしますので、これ最低毎日この金の鱗500個獲得するぐらいまでこなしてから残りのスタミナを素材クエとかに使う、これがベストの立ち回りかなと思いますので頑張りましょう。はい、で武器についても、まあ、また後で動画出そうかなと思ってるんですが、まあ、簡単一言で言うと配布武器はねバハムート戦のサブ武器として有能かなと思いますので、まだバハムート勝ててないという方もそちらの武器をね育成するとちょっとは楽になるかなと思います。そして最後、まあ、ここは推測の話になっちゃうんだけど、1月の中旬15日だね、今やってるガチャの切り替え日になってくるから、これねこれが1月15日の11時までだから、この切り替えでおそらくユフィが実装されると思われるんだよね。多分ユフィの実装とユフィの新しい装備が来ると思うので、それを考えると今皆さんが持ってる星5武器確定チケットとか、あるいはね通常のチケットもユフィ狙いの方であれば温存しておいた方がいいと思う。要するにユフィは全く実装されてからは裸の状態で来るから、何も武器がない状態で来るので、そうなってきた時にまた一からねガチャだけで集めてくるのって結構大変だから、チケットの力を借りた方がいいと思うんだよね。なので、まあ、ユフィの今後を考えるのであれば今チケットを使うべきじゃないかなっていうところで、あと逆にですねユフィがいらない全然興味ないって人は武器の種類がユフィが来ることによって増えてしまうので、既存のキャラの武器を集めるのが難しくなってしまうので、全くユフィに興味がないよっていう方はユフィの実装前に全ての通常チケットとかは使っておいた方がいいと思う。この辺はまあ皆さんのね価値観によってまた変わってくるところかなと思いますが、うん、まあそんな感じでねチケットの使い方を考えてみましょう。はい、まあそんな感じかな。まあ仮にですね、まあ多分ユフィだと思うんだけど、だってもうイベントでユフィのさモデルとか攻撃とかさ全てもう実装されてるからね、モーションとか全部実装されてるから、 わざわざあえてここで例えば全然関係ないキャラ実装してくるってこともないと思うんだけど、例えばねケットシーとかヴィンセントとかまだそういったモデルとかねストーリー的にも全然そこまで話進んでないからさ、実装する理由がないんだよねってなると絶対ユフィだと思うので、うん、まあ、ということで、まあ、ユフィに備えて、正月は過ごしていきましょう。はい、といったところで今回の動画ここまでで終わりたいと思います。参考になった面白かったぜって方はぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録等もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。